こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。えー、東橋記念経理もいよいよ最終日、12レース決勝戦の予想を行っていきます。はい。えー、私の予想はですね、えー、地元金子カーです。えー、っと、チューバーですね、えー、っと、高橋和也、吉田敏弘の、えー、名古屋、名古屋勢と、えー、浅井光太、そして地元の金子隆の、わかえ二、ー、つに、 に、えー、分かれましたが、えー、ざ、あのー、裏では連携を見せるんじゃないかなと思います、まあ。どちらにしても浅井の出来っていうのは抜け出てますし、やはり、まあ、古生や金子幸宏はいますが、それを乗り切るように、えー、 仕掛けていって、もちろん金子もえっ、ー、と、そんな簡単に裁かれたり、えー、は、地元なんでできないんで、ここは乗り切って、ゴール前、えー、ゴールで、えー、金子をかわして、金子じゃない、浅井をかわして、えー、地元優勝に輝くと思います。こんだけ小間切れ戦だけに、ほん、正直言ったらあんまりやる気ないです。 なんで、もう、あの、この焦点、えー、4点でまとめてみました。はい、えっ、ー、と、この12レース決勝戦のメンバーです。s ース派は一番車最高他のみですね。はい、えっ、ー、と、超細切れ戦ですね。えっ、ー、と、中部が2車、2車、近畿が2車、後がみんな、 そうですね。わかるんですよね。まあ。難しいですよね、これ。本来であれば。バック回数は渡辺祐太が9回なんですが、で、かね、えー、っと、金子が、えー、雪広が5回なんですが、えー、っと、私が逃げると思っているのは高橋和也。 ですえー、と高橋吉田で逃げてそこを浅い金子で続いてもしくはそこに古生やらあの金子幸宏が入ってくるかもしれないんですが、えー、とそうだとしても、えー、浅い目は早めに仕掛けて、えーえー、金子がか、えー、わす流れというのを、えー、本命にしたいと思います。 えーっとですね、えー、っと、本戦は、えぇ、ー、アサイの残り目の3位です。えー、ただですね、えぇ、ー、アサイがまくってきた場合、その後ろに、故障が続いている可能性が非常に高いです。なので、えぇ、ー、胡もいる。ちょっと稲垣は見劣るんじゃないかなと。まあ、優秀は1着。 故障さ指し1着取りましたが、決勝戦はそうはうまくはいかないんじゃないかなと。あとは、と金子がもしかしたら、このチュ、えーブの後ろにいたり、えー、っと、愛知、えー、っと名古屋両者の後ろ,後ろにいて、そこで切り替えたりという流れがあるかもしれないんで。 え、でに絡んでくうな。そしてやっぱり縦の足、山崎ですね。まあ、今場所そんな行動強烈っていうわけでもないんですが、まあ、ちょっと優秀戦とか見ても見劣るし、まあ、準決勝はなかなか、あのー、 コースついて、最後、外伸びてっていうのは、いい内容だったとは思うんですが、うん、まあ、突き抜けるまでの、あの、勢いはないかなと思いまして、ただ、2着には、一応押さえとかないといけないと思いました。はい。どちらにしましても、金子隆、ここは地元なので、えー、まあ、結果的にチューバー4人乗ってるわけですから、 なんとか、回くえっ、ー、と、他の別、別線別線には、もう、アサイの番手は渡さないということで、え、アサイが仕掛けて、それを指すのではないかなと思って本命にいたしました。はい、えー、ご視聴いただきありがとうございました。えー、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いいたします。 また、関連動画動画プレイリスト。この画面、最後20分ぐらい流れます。よろしければ、あの、時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。はい。えー、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降でした。